この駅も工事が続いています。さあ、ここは東京都港区 JR 上野東京ラインの品川駅です。今回はこの品川駅から新企画をやっていきたいと思います。さて、この上野東京ラインは東海道線と高崎線、宇都宮線、常磐線が直通運転をする路線です。そのうち常磐線には E531系と E231系の2種類の電車が走っています。 E531系は硬直流対応の車両で、品川から原野町までの区間を走っています。一方の E231系は上野から砦までの快速線だけで走る車両です。さあ、今回はこの常磐線快速の E231系に一番長い時間乗れる電車に乗っていきたいと思います。ということで、今日乗る電車はこちら、品川駅17時35分発快速成田行きです。この電車が E231系で一番長い時間乗れる電車となっています。そして品川から出る成田行きというと、横須賀線のホームから出る総武線快速を思い浮かべると思いますが、実は常磐線経由でも走っています。というのも、常磐線は成田線の我孫子支線と直通運転を行っており、一部は品川発としても走っています。これが常磐線の E231系に長い時間乗れることにつながるようです。本来の常磐線快速の上野から砦までは40分くらいで着いてしまいますが、この電車はどれくらい長い時間乗ることができるのでしょうか。さあ、やってきました。こちらが今日乗る常磐線の E231系に一番長い時間乗れる電車、品川始発の我孫子経由快速成田行きです。品川駅の折り返しで、この便は15両編成での運転でした。常磐線の E231系には10両編成の基本編成と5両編成の付属編成が所属しています。基本的には基本編成と付属編成がセットで15両編成で走っていますが、5両編成、10両編成と分かれて走ることもあるようです。その様子はまた道中で見ていきたいと思います。そして今回はできる限り混雑を避けるために我孫子止まりですが、前5両に乗っていきます。ただちゃんと成田まで行きますのでご安心ください。車内についてはまた後で見ていきたいと思います。では早速乗っていきましょう。品川駅を発車、常磐線の E231系に一番長い時間乗れる電車に乗る旅がスタートしました。終点の成田までの所要時間は1時間と54分、上野から砦までは先ほどもお話しした通り40分くらいで行けちゃいますので、その2倍以上の所要時間がかかっています。また成田線直通の電車の中でも1時間40分で結ぶ便も多くありますから、この電車だけ異常に所要時間が長いようです。約2時間も乗れますから、好きな人にとっては最高なことでしょう。ということで、今回はなぜこんなに長い時間乗ることができるのか解説していきたいと思います。最後までよろしくお願いします。電車は品川駅を発車したら、しばらくはポイント通過のためにゆっくりと走行します。品川駅を出ると電車はすぐに車両基地の横を通過していきます。この車両基地は東京から品川を通る車両が一通り集まるものであり、常磐線の E231系や寝台特急サンライズ号など珍しい車両が止まっていることもあるようです。ただもちろんメインは東海道線の E231系や E233系、また踊り子に使われる E257系となっています。さて、早速ですが所要時間が長くなる理由について見ていきます。それが現在走行している上野東京ラインです。この成田線直通の常磐線は結構本数が走っていますが、そのうち上野東京ライン直通となるのは7本だけであり、それが所要時間が長くなる原因の一つとなっています。ただ先ほどもお話しした通り、同じ品川始発でも所要時間が短い便もありますから、決定的な原因ではないでしょう。
ということで、品川駅を発車してから6分、電車は間もなく新橋に到着します。この駅は特急以外の普通快速電車が全便が停車の駅、上野東京ラインの開業により本数が増えたため開業の恩恵を受けた駅となっています。通勤もだいぶ楽になったのでしょう。そして品川駅を発車してから8分、電車は間もなく東京に到着します。ここまでが東海道線区間となります。上野東京ラインはあくまで東京から上野までの路線であり、東京から品川までは常磐線の車両でも東海道線直通と案内されています。またこの常磐線の E231系は2002年から運転を開始していますが、そのうち上野より先の区間に乗り入れを始めたのは2015年からです。まだ上野東京ラインを走っていた期間の方が短いようでした。東京駅は基本的には7番線が使用されますが、この時間帯はラッシュで電車の本数が多いため8番線の到着です。また時間調整で2分くらい停車します。東京の次は上野に停まります。この区間は上野東京ラインには駅がありませんが、山手線や京浜東北線でいうと神田、秋葉原、御徒町の3駅を通過していきます。この上野東京ラインは東北新幹線よりも高いところを走ることが特徴であり、急勾配を持っていることでも知られています。この常磐線の E231系もその坂を登れるくらいのパワーをちゃんと持っているようです。15両編成のうちモーター車は6両しかついていませんが、他の9両も含めて通常通りの速度を出せています。ちなみに E531系も同じく6両しかモーター車がないそうです。さて品川駅を発車してから16分、電車は間もなく上野に到着します。ここまでが常磐線ではない区間です。ここだけでも15分以上かかっており、品川から砦まで乗ろうとなるとちょうど1時間くらい乗ることができます。また常磐線の電車はこの上野始発が基本となっており、奥の9番線から12番線からも走っています。ただ所要時間は品川から上野までの分短くなります。そして上野駅は常磐線直通の電車は廃線の都合で6番線に到着します。そしてこちらは隣の日暮里を発車、向かい側には上りの E231系が止まっています。この常磐線の E231系は砦成田発着の電車には必ず入るため狙いやすい電車の一つとなっています。あの電車は砦始発快速上野駅だったようです。そして常磐線は上野からのイメージが強いですが、正式には日暮里からの路線となっています。つまり上野東京ラインが開業する前から東北線を通っていたことになるようです。さあこの常磐線区間にも所要時間が長くなる理由がたくさん詰まっています。さて品川駅を発車してから25分、電車は間もなく三河島に到着します。この駅は特別快速特急以外の全電車が停車の駅、常磐線にはこの電車のような快速電車と土浦水戸方面へ行く普通電車の2種類が走っています。そのうち普通電車はかつては三河島駅と南千住駅を通過していましたが、快速電車はこの2駅も必ず止まっていました。この E231系は快速にしか入らないですから、どんな時でも三河島と南千住に止まっており、昔から所要時間が長くなる電車を担当していたようです。さて品川駅を発車してからちょうど30分、電車は間もなく北千住に到着します。北千住まででも30分乗れちゃうようです。これはなかなかすごいことでしょう。この駅は常磐線の途中駅では一番の主要駅であり、世界レベルで利用者が多い駅となっています。1日の乗客数は約16万人で、 JR 東日本の中でも8番目に多いそうです。そしてこの駅は2面3線の対比可能駅になっており、上り側に上下共用の対比線が設置されています。
この電車は対比線側の2番線に到着します。ここで通過待ちを行うようです。北千住では3分ほど停車します。さあやってきました。国内区間でもかなりハイスピードで通過していきました。電車は北千住を発車、北千住で抜かれたのは品川駅を10分後に発車した特急日立号の岩木行きです。日立号は上野を出ると土浦、水戸と主要駅にしか停車しません。そのため時間あたりの移動距離は長く、約2時間で品川から磯原くらいまで移動できちゃいます。いかにこの電車が遅いのかがお分かりになるでしょう。このような通過待ちの時間も所要時間を長くなる要因の一つと言えると思います。さて電車はここからは快速区間に入ります。次は松戸に止まります。途中は綾瀬、亀有、金町の3駅を通過します。さあ電車は結構スピードを出して走っています。快速区間は時間帯によってはあまりスピードを出さずに走る電車もありますが、この電車は通常通りの速度で走るようです。この E231系は120キロまで出すことができますが、常磐線快速では基本は100キロ程度での運転となっています。さあ電車はまだまだ順調に走っていますが、ここで車内の様子について見ていきたいと思います。この常磐線の E231系は東海道線の E231系と異なり、通勤型タイプの車両です。このためグリーン車もなく、オールロングシートの車両となっています。ただこの座席は結構硬く、正直2時間座り続けているとお尻が壊れてしまうでしょう。優先席も各車両に6席ずつ設置されており、すり革もオレンジ色となっています。また案内表示器はトレインビジョンではなく電光掲示板タイプとなっていました。なお常磐線の E231系の中には総武線から転属してきたものがあり、そちらは若干車内車外ともに仕様が異なるそうです。さあ電車は江戸川を横断しています。ここで東京都を抜けて千葉県に入ります。常磐線は茨城県の走る路線のイメージですが、この E231系は茨城県に入るのは取手付近だけであり、メインは東京都内または千葉県内となっています。特に成田線直通の電車となると茨城県に入ることすらありません。さて品川駅を発車してから43分、電車は間もなく松戸に到着します。次の松戸駅は松戸市の中心駅。1日の乗客数は7万8000人くらいで、千葉県内の駅では6位、千葉県内の常磐線の駅では2位となっています。新京成線も乗り入れしており、千葉県をメインに走る総武線方面へもアクセスできます。またこの駅は2名3線の対比可能駅になっており、快速普通電車は通過待ちを行うことがよくあります。ただこの電車は北千住で抜かれたばかりであるため、通過待ちはありません。到着後すぐの発車となるようです。松戸の次は柏に停まります。途中は北松戸、馬橋、新松戸、北小金、南柏の5駅を連続で通過します。電車はこの区間もいいペースで走っていました。こちらは北松戸に停車中の各駅停車を追い抜きます。ちょっと見えにくいですが、こちらは小田急の4線型です。この辺りもこの電車を見ることになりますので、引き続き注目していきましょう。そして景色を見ると沿線にはぎっしりと住宅やマンションが建っています。やはり15両または10両しか走らない路線にはそれなりの人口がいるようです。さあ各駅停車も本数が多いため、快速電車は2回目の追い抜きをしています。この時間帯は各駅停車は取手までも運転されているため、常磐線内だけで見るとこの電車より各駅停車の方が遠くまで走っていくことになります。そして途中駅も高速で通過。この成田線直通の快速はしっかり快速らしい高速運転も体験できますので、
阿鼻子までの乗車でも十分楽しめるでしょう。2000年以降に誕生した車両ではありますが、結構大きな音を出して走っていました。電車は柏を発車。この駅は常磐線の千葉県内の駅では一番の主要駅、特急常磐号の停車駅でもあり、今年の3月からは全便が停車するようになります。1日の乗客数は10万人くらいで、千葉県内第3位の利用者です。またここまで来ると車内は空いていきます。常磐線快速の混雑のピークとなるのは北千住から松戸までであり、そこから先はかなり空いていました。さて電車は次は阿鼻子に止まります。途中は北柏の伊東駅を通過します。ここが今日最後の通過区間となるようです。さあ電車はこの区間も柏までと同じペースで走っていました。ただ快速線は少し高いところを走っており、街を見下ろす感じの景色となっています。さあこちらは北柏を通過。常磐線の各駅停車は日中は阿鼻子発着しか走っていませんが、朝夜は需要に細かく対応するために松戸柏発着の電車も走っています。ただ快速電車は入庫運用を除けば基本的には取手から成田まで走るようになっています。ただ品川まで来るのは朝夜だけに限られるようです。さて品川駅を発車してから57分、すでに上野から取手までの所要時間を大きく超えています。電車は間もなく阿鼻子に到着します。この駅は成田線との分岐駅。成田線直通の常磐線は阿鼻子までが常磐線の区間となり、天王台、取手の2駅は若干本数が減ることになるようです。そしてこの駅は2面4線のホーム構造となっており、成田線直通の電車は2番線に到着します。この電車は品川から15両編成として走ってきましたが、成田線は最長10両編成までしか入れません。そのためここで切り離しを行うようです。阿鼻子駅での停車時間は9分。ここは所要時間を長くする大きな要因でしょう。この後は切り離しの様子を見ていきたいと思います。さあまずは電光掲示板です。切り離しを行う駅では案内表示もいろんな工夫がされていますが、阿鼻子駅は15両から10両に切り替わることを表示されていました。前5両がこの阿鼻子止まりであるため、現在は降車確認を行っています。また単純に阿鼻子で降りる人も多く、むしろ前5両から後ろ10両に移動する人はそんなに多くはいませんでした。そして扉を閉めた後は切り離す前5両を少しだけ前に移動させます。ただまだ車庫に入るわけではないようです。また切り離し作業の間には後続の快速取手行きが入線してきました。こちらは上野駅を8分後に発車した電車ですが、北千住や松戸での特急電車の通過待ちもなかったため簡単に追いつかれてしまったようです。成田線へは直通電車を使うよりも阿鼻子で乗り換えした方が時短になります。さあ切り離した電車が車庫に入っていきます。阿鼻子から天王台までの間には快速電車が主に留置される車庫が設置されており、この電車はそこに入っていくのでしょう。そしてその後は折り返し準備を行って、また別の電車と連結をして常磐線の運用に入っていくものだと思われます。また成田線内だけを走る電車は5両編成でも走っており、そちらの運用に就くこともあるのでしょう。このように運用が複雑であるため付属編成はなかなか追いにくいと思います。そして北千住では行き先表示が阿鼻子、成田と書かれていましたが、阿鼻子からは成田とだけ表示されています。改めて今度乗るのはこちらの後ろ10両成田線の普通電車成田行きです。ちゃんと前面のライトもついています。ただ発車まではあと数分あるようです。この発車までの時間に結構前に抜かした各駅停車に追いつかれてしまいました。まだ発車までは2分くらいあるため、あの各駅停車から
この成田線に乗り換えすることも可能でしょう。ちなみにあの電車は先ほど抜かした小田急4線型の各駅停車取出行きでした。電車は安孫子を発車、9分の待ち時間がありましたが、連結や高速電車の到着、また抜かした各駅停車に抜かされるなどイベントが多くあったため、あっという間に経過した印象です。さてここからは成田線を走っていきます。安孫子から成田までの所要時間は48分、ここからまだまだ50分近く乗れるようです。さてこの成田線はメインは桜から成田を経由して銚子まで行くものとなります。ただいくつか支線を持っており、一つが成田空港まで行くもの、そしてもう一つがこの安孫子支線となっています。この成田線はもともとは私鉄であり、成田から常磐線へ接続するために作られたそうです。国有化された後は常磐線系統に仲間入りし、現在も都心へ直通運転を行っています。途中駅数は8駅とそんなに多くないですが、駅間が長いため所要時間が長くなるようです。ちなみにこのチャンネルでは初めての登場となります。そんな安孫子支線の駅をいくつかご紹介します。ということでこちらは東安孫子を発車。この駅は当初は信号場として開業しましたが、1950年に旅客駅となりました。ただ1971年に常磐線に天王台駅が開業すると無人駅になってしまったそうです。その天王台駅まではだいたい 1km くらいの距離があります。また駅を出て少し走るとこんな感じで景色は真っ暗となってしまいました。成田線沿線はそこまで人口は多くないようです。そしてその隣の駅が湖北駅です。この駅は手賀沼の北に位置していることから湖北と名付けられました。1日の乗客数は3300人くらいで、東安孫子の4倍以上います。この辺りは新興住宅地や団地があるため、今も利用者が増え続けているようです。そしてこの成田線は全区間が単線区間となっており、電車の交換待ちで停車することがいくらかあります。この湖北駅でも交換待ちを行いますが、停車時間は1分ですぐに来るようです。ホームには屋根がない部分もありました。ということでやってきたのが上り常磐線直通の快速品川駅です。品川発の常磐線快速はかなり遅い時間帯まで走っているため、その電車の送り込みも兼ねてこの時間帯も品川行きの電車が走っています。ただ車内はかなり空いていました。当然といえばそうかもしれません。甲府から乗る人も数人くらいしかいないようでした。さあこちらは3つ隣の木下ろしを発車。この駅は漢字では木下と読みたくなりますが、木下ろしとなるようです。これはこの辺りの地域で木を利根川に下ろしていたことが名前の由来となっています。1日の乗客数は1700人くらいで、近年は減少傾向にあるそうです。この辺りは印西市内に位置していますが、印西といえば北総線がメインであり、常磐線を使う人はそこまで多くないということでしょう。さて品川駅を発車してから1時間半、電車は間もなく小林に到着します。この駅は一般的な読み方をすれば良いようです。ちなみに阪急線には同じ漢字で小林と読む駅があります。なかなか読み方が難しいでしょう。そしてこの駅は交換可能駅になっており、この電車はここで反対側の電車と交換待ちを行います。小林駅での停車時間は3分、そんなに長くはありませんが、この停車時間の積み重ねが所要時間を長くする要因となるのでしょう。さあ暗闇の中から反対側の電車が入ってきました。こちらは成田線内完結の普通電車安孫子行きです。成田始発の電車で、この電車は5両編成での運転でした。成田線は基本的には5両で十分であるため、近年は10両の電車がどんどんと減少していっています。10両編成の電車はホームいっぱいに止まりますが、5両編成は改札に近いあたりに止まるようです。そしてイルミネーションが綺麗ですが、
こちらは隣の安食を発車。成田線は結構読み方が難しい駅名が多く、この安食もなかなか初見では読めないでしょう。なお、この駅は境町内にある唯一の駅です。境町は千葉県の北部の中央に位置しており、人口は 19,700 人くらいの自治体です。千葉市からは 30km くらいの距離ですが、自然が豊かで、かつ都心へのアクセスもまあまあ良い地域となっています。第一次産業が主力産業となるそうです。さて、品川駅を発車してから1時間と42分、電車は間もなく下総万崎に到着します。この駅も読み方は松崎ではなく万崎となるようです。この駅は1日の乗客数が600人くらいで、成田線の中ではかなり少ない方に入ります。自然が豊かであり、関東ふれあいの道というウォーキングロードや千葉県立房総の村のアクセス駅ともなっています。また交換可能駅になっており、この電車はここで3回目の交換待ちを行います。下総万崎駅での停車時間は6分、成田駅の手前で思わぬ足止めです。さあ、扉が閉まりました。まさかの乗り遅れではなく、この常磐線の E231 系には車内温度の保持のために4ドアのうち3ドアを閉める機能が設置されています。始発駅や成田線の交換待ちなど停車時間が長い時に使用されるようです。確かにこの日は寒かったので、車内にいる人にはありがたいことだと思います。そして反対側の電車が入ってきました。こちらも先ほどと同じく成田線内完結の普通電車阿比古行きです。ただ車両は10両編成での運転でした。成田線は一見シンプルな運転形態にも見えますが、意外と行き先や秒数にバリエーションがあって面白いと思います。上り電車も下り電車もこの辺りまで来るとかなり空いていました。さあ、交換待ちが終わりましたので再度車内に戻りましょう。さあ、こちらは下総万崎から成田までの車内の様子です。上野からも品川からも成田までは京成線を使った方が早いため、車内は空いていました。おそらく県内の移動として松戸、柏、阿鼻子などから乗った人がほとんどだと思われます。さて、品川駅を発車してから1時間と54分、電車は間もなく終点の成田に到着します。品川から成田までの常磐線の E231 系に一番長い時間乗る電車を乗り通す旅、通常の常磐線快速の運転区間、上野から取手までなら40分くらいですが、その3倍近い時間乗り続けることができました。こんなに長く乗れる理由は、上野東京ラインや成田線に直通していること、北千住での通過待ち、阿鼻子での切り離し待ち、成田線内での3回の交換待ちが挙げられます。ただ意外と快速線区間ではスピードを出しており、ある意味常磐線の E231 系のあらゆる側面を見られる電車といっても良いでしょう。この車両が好きな方にはぜひ乗車をおすすめします。終点の成田駅は阿鼻子支線が発着する6番線の到着です。乗ってきた電車は折り返し快速品川駅となります。ただこの電車は今回乗ってきた電車ほど所要時間はかからず、品川までは1時間30分で向かってしまうそうです。いかに今回ご紹介の電車が遅いかが、これで本当にお分かりになるでしょう。発車まで時間があるため、また3つの扉が閉まっていました。東京から岡山までを新幹線光号と桜号だけで行ってみた。次回は東京から岡山までをのぞみ号を使わずに移動していきます。光号も桜号ものぞみ号より停車駅が多いですが、通過駅がある新幹線です。この2つの電車を乗り継ぐと所要時間はどれくらいかかるのでしょうか。また指定席料金の比較などもしていきます。お楽しみに。西武線だけで1週間、1月15日から21日までスーパー私鉄大作戦で1位だった西武線だけで1週間の動画をチェックします。お楽しみに。気になる方はぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。
最後までのご視聴ありがとうございました。